はい、どうも皆さんこんにちは。イヤホンやヘッドホンを専門にデビューしている YouTuber のダラマノです。今回ご紹介しますのはこちら、6000円台でハイレゾも楽しめるノイキャン完全ワイヤレスイヤホン、サウンドピーツミニプロを今回ご紹介します。サウンドピースといえば、以前ご紹介しましたこちらのエア3プロですね。ノイキャン搭載で6000円台とコスパもいいのに音質もしっかりしてるという人気の完全ワイヤレスイヤホンです。今回ご紹介のミニプロはより音質のクオリティが上がっていて、空間も広くてね、すっきりとした音質になりました。今回もね、6000円台ということで、もうノイキャン対応といったらね、2万円以上するのが当たり前だったんですけどね、今や1万円以下でも購入できるすごい時代になりました。遅延にできるゲーミングモードも搭載されているので、ゲームや映像も楽しみやすいですし、 IPX5 の防水性能で運動時や雨の日も安心して使用できます。それにアプト X アダプティブにも対応で、ハイレゾもね楽しむことができます。超多機能な完全ワイヤレスイヤホンが欲しい、まあそういうね機能性重視というよりは、できるだけ安くて音質にもこだわりたいという方にですね、ぜひチェックしてもらいたいですね。では詳しくご紹介していきますので、開封シーンをどうぞ。はい、ではですね、サウンドピーツのミニプロ開けていきます。パッケージはこのようにですね、非常にこのキラキラとした結構こだわったパッケージになってますね。開けていきます。はい、来ました。結構丸みを帯びたケースのようですね。まず付属品から見ていきましょう。まずこちら、充電用の USB ケーブルはタイプ C になっています。で、それからこちらイヤーピースですね、しっかりと梱包されてます。イヤホンにね、今装着されている分を含めると SML の3サイズ付属してくるようです。このような形状になっていまして、ちょっとこう丸っていうよりは楕円形っぽいような形状になってますね。こっちから見ると分かりやすいですね。はい、まずこちらケースですね。ここにサウンドピーツのロゴが入っています。質感はですね、非常にこれサラサラとした質感になっています。でもこのね、光沢感があるわけではなくて、マットな質感になってますね。サラサラとしたマットな質感になっています。なのでこの手触りは非常にいいですね。指紋もあんまりこのつきにくいような感じになっています。全体的にね、この丸みを帯びた形状になっていて、反対側にですね、充電するときに使う USB Type-C の端子がついてますね。はい、僕の手の上に乗せるとこれくらいの大きさです。十分コンパクトと言っていいと思います。またこれ、ね、丸みを帯びた形状なので、このようにですね、非常にこれ手に馴染みますね。十分持ち心地もいいと思います。で、これ片手でね、こうやって開け閉めすることもできそうです。はい、イヤホン本体このような形状になっています。真ん中にですね、サウンドピーツのロゴが入ってまして、まあ丸みを帯びた感じの形状ではあるんですけども、若干この三角形っぽくなってますね。で、横から見るとこのような形状になっています。ちょっと見たことないような形状になってますね。ここに何て言うんですかね、くぼみが入っています。で、イヤーピース外しますとこのような感じになっています。ノズルはですね、かなりこの楕円形になってますね。やはりこのね、最近この楕円形の完全ワイヤレスイヤホンも増えてます。やっぱり人間の耳ってね、普通にこう丸いわけじゃなくて、ちょっとねこの楕円形っぽい形状してるようなので、まあこういうですね、ノズルの形状の方がフィット感良さそうですね。はい、ではケースにしまっていきます。おー、磁石はかなり強いですね。うん、かなりカチャッと簡単にこれね、セットできそうですね。はい、で、おそらく比較対象になるのがこちらのですね、サウンドピーツのエア3だと思います。こちらもですね、ノイズキャンセリング搭載で1万円以下と、非常にですね、コスパのいい完全ワイヤレスイヤホンとなっています。ミニプロと比較してみると、やっぱり若干ね、ミニプロの方がコンパクトに見えますね。また大きく違うのはイヤホン本体ですね。エア3プロはですね、このようにこのスティックタイプになっているので、このようにスティック部分があるんですけども、ミニプロは丸い感じの形状になってます。まあ、ここがね、結構大きな違いで、フィット感がね、ちょっと変わってくるんじゃないかなと思いますので、この後ね、しっかりご紹介していきたいと思います。はい、ということで、先ほどの開封シーンから1週間ほど使用しました。いつも通り使ってみていいなと思った部分と、ちょっと微妙だなと思ってしまった部分も紹介していきます。まずいいなと思った部分ですが、このね、マットでコンパクトなデザインですね。ケースはね、かなりこのサラサラとしたマットブラックで、質感もね、全然安っぽい印象がなくて、映像でもね、伝わってるんじゃないかなと思います。ケースの質感に関しては、2万円台の完全ワイヤレスイヤホンとほとんど違いを感じられないですね。大きさもね、このように十分コンパクトなので持ち運びもしやすいですね。イヤホン本体はですね、ミニというですね、名前になっているだけあって、コンパクトでね、付け心地がいいです。アップで見るとこんな感じになっていて、非常にコンパクトですよね。
あんまりこの出っ張ってる感じもなく、非常にこの付けた見た目もね、スマートに見えますね。で、この比較対象になるであろう、Air3 Pro を付けるとこんな感じですね。やっぱりね、このスティック部分が付いている方が、若干この安定感はある、その耳に引っ掛ける感じがあるので、やっぱり Air3 Pro の方がこの、なんて言うんだろう、落ちにくいような印象あるんですよね。ただこのようにですね、ミニプロの方がやっぱスマートですよね。非常にこのスッキリとした感じがします。それからノイズキャンセリングについてですが、いつもですね10段階でノイキャンの強さを表現しています。10段階だと Air3 Pro と同じで8点ですね。2万円以上のね完全ワイヤレスイヤホンでも8点というふうにですね点数つけてる完全ワイヤレスイヤホンもあるので、この価格帯と考えると相当すごいです。低音のノイズをねかなりしっかり軽減してくれるので、やっぱりこの電車に乗った時にねすごい効果を実感できると思います。6000円台でノイキャンが8点っていうのは僕の中だともう全く文句のつけようがないぐらいのレベルですね。それからオンにするだけで周囲の音を取り込んでねイヤホンから流してくれる外音取り込み機能も搭載されています。これも10段階で表現するとね Air3 Pro と同じで8点ですね。まず音を取り込む時にこのねサーっていうホワイトノイズがね結構大きい完全ワイヤレスイヤホンもあるんですけども、サーっていう音はねほとんど聞こえないので耳障りな感じがないのがいいですね。声とかも変に強調した感じもなく、かなり自然なので違和感なくね周囲の状況を把握することができます。まあ、少しだけね自分の声がこもってる感じはするものの、もう値段を考えればねこちらも本当に十分すぎるレベルですね。それからねゲーミングモードという低遅延にしてくれるモードがあります。ゲームや映像を楽しむ時にオンにすれば遅延をねあまり気にせずに楽しむことができます。実際使ってみましたけど、僕はですね動画を見たんですけども全然遅延気になりませんでした。まあさすがにその音ゲーとかねそういうタイミングが重要なゲームでない限り、ゲームや映像もねすごく楽しみやすいと思います。それからですね片耳だけでモノラル再生することもできます。意外とねこの片耳だけで使いたいという方多いんですよね。モノラルというのはこの左右で分かれてるステレオの音を、まあ、一つにしたものなので、片耳でもね楽しみやすいということですね。片方をですねケースに入れるだけで、まあ、もう片方がですね自動的にモノラルになりますし、でまたケースにしまった方を取り出すだけで自動的にステレオになります。なので本当難しい操作することなくねモノラルで使うことができるので非常に簡単です。それからねタップ操作についてですが、まあ、このようなですね丸い形状しているので、まあ、何も気にせずにねタップするだけで操作することできてしまいます。1タップで音量操作、2タップでですね再生一時停止で、左をですね3タップでゲーミングモード、右を3タップで音声アシスタントが起動します。あと右をですね 1.5 秒長押しで曲送り、左をですね 1.5 秒長押しでノイキャン外音取り込み機能オフをですね切り替えることができます。なのでなぜかその曲戻しはタップ操作でできないんですよね。これ前回紹介した Air3 Pro も同じなんですけども、これなんでなんですかね。まあ、曲戻し以外は全てねタップ操作でできるので、まあ、そこまで使いにくい印象はないんですけどね。曲戻しをですね結構多用するという方にとってはちょっと使いにくいかもしれません。それが最近ねオンラインミーティングや通話でイヤホン使用する方も増えてますから、通話品質確認していきます。はい、でこれがですねサウンドピーツのミニプロで録音した音声になります。スマホのですねボイスメモアプリを使って録音しています。音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらが Air3 Pro で録音した音声になります。こちらもですね、スマホのボイスメモアプリを使って録音しています。音声の感じはどうでしょうか。今録音したの確認したんですけども、ミニプロの方が音質いいですよね。よりこの聞き取りやすくなったように感じます。それから音質についてですが、Air3 Pro と比べてもかなりこのレベル上がってます。よりクリアになって、音がね、この一音一音分かりやすくなりましたし、何よりこの空間がすごく広くなって、よりね、このスッキリと楽しめるようになりました。低音は EDM を楽しむことができる量がしっかりとあって、迫力もかなりあります。まあ、そこまでね、このボワッとしたこのね、嫌な膨らみ方はしないものの、曲によってはねちょっと存在感がありすぎるというか、少しこの横に広がるような質感はありますね。ボーカルはですねすごくこの前の方に来るというよりは若干この奥まった位置にいるような感じがあって、まあ、その分この広さを感じるような質感になってますね。ボーカル中心で聞くことももちろんできますけども、どちらかというとその楽器の音やその広がりもね楽しみたい方向けの音質に感じます。高音もねしっかりと上の方まで伸びていくので、上方向にね広く感じます。シンバルもねすごい艶やかな質感というわけではないんですが、輪郭がねくっきりとしている分、音をですねはっきりとこの捉えることができて、一つ一つの音をね把握しやすいですね。
全体的に空間が広くなって音の広がりをね感じる音質になってます。なので、まあ、クラシック系とかのねこの空間を感じやすい楽曲であったり、あとは EDM もね低音だけじゃなくてやっぱりね高音の広がりも大事になってくるこの音楽のそのジャンルなので EDM もね相性よく感じますね。逆にこのボーカルを中心にゆったりと楽しみたい方にとっては Air 3 Pro の方がおすすめかなと思います。それから微妙だなと思ってしまった部分なんですが、全くなし、もうね全くないですよね。6000円台でノイキャンもこの8点をつけてるんですよ。もう8点ってこの2万円とか もっと上の価格のね完全割れ製音でも出してる点数なんですよね。それでいてね音質も広がりを感じるねこのスッキリとした質感でかなりクオリティ高いと言っていいです。価格が低いとね機能性を重視して多機能なんだけどあんまり音質が良くない完全割れ製音というのもありますが、サウンドピースはねもう長年オーディオメーカーとしてやってるだけあってね、安くて多機能というよりはやっぱりこの安くて音質を重視してるっていう印象が強いので、コスパが良くてねできるだけ音質もいいとなると僕の中ではサウンドピーツが一番おすすめと言えますね。はい、ということでサウンドピーツミニプロのご紹介でした。6000円台でノイキャン搭載で aptX アダプティブにも対応でね、対応のスマホで使用すればハイレゾもね楽しむことができるっていうすごいコスパの完全割れ製音でした。まあ、先ほども言いましたが機能性重視でできるだけ安くとなってくると他にも選択肢が出てきますよね。例えばまあワイヤレス充電にも対応していてとか2台同時に接続できるマルチポイントに対応していてとか、まあいろいろね選択肢はあると思うんですけども、サウンドピーツはめちゃくちゃ多機能というよりはできるだけ安くでノイキャンも搭載でかつ高音質という印象で、この価格帯でねノイキャン対応の完全割れ製音の中ではね一番音質のクオリティ高いと思うので、やはり安くて音質重視という方にチェックしてほしいですね。下にねリンク貼っておきますので、まずはですねチェックしていただいて検討していただければなと思います。ということでこの動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それから下にツイッターのリンク載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ラーマーでした。